高学歴のメリットとデメリットについて、ご紹介しようかなと思います。高学歴のメリットとデメリットをですね。学歴が高い人って、よくね、本当に成功するの？いや、学歴関係ないんだって人もいれば、いや、やっぱ世の中はね、どうせ学歴だよみたいな風に言う人がいろいろいるじゃないですか。で、これについての今日は面白い研究をご紹介しようかなという風に思います。実際に学歴が高い人っていうのは、成功するかしないかっていう点よりかは、仕事上のパフォーマンスが高いの？それとも低いの？ってことを調べた、ちょっと面白い研究を、今日はご紹介したいと思います。学歴が高い人とですね、仕事のパフォーマンスに関する研究ですね。で、これなんでわざわざ仕事のパフォーマンスってところを強調してるかっていうと、学歴が高い人の方が、まあ、出世はしやすいわけですよ。年収2000万ぐらいまでの、まあ、いわゆる一般的な組織の中では、学歴が高い方が、まあ、確かにですね、出世はしやすいんですね。ところが、まあ、年収3000万とか超えてくると、もう、2000万とか3000万とか超えてくるとですね、まあ、いわゆるこう、自分で起業したりとか、自分でビジネスをするってことをしないと、ここのですね、領域に到達しないので、結局、そのいわゆる例えばこう、上場をね、企業の社長を見たりとか、まあいわゆるこう、ベンチャーとかも含めて、まあ自分で会社を起こして成功しているレベルの人を比べると、学歴との相関性ってほとんどなくなっちゃうんですよ。だから、まあ学歴が、まあなんだろう、人生に影響するかっていうと、上のレベルに行ったらあんまり関係ないんですね。で、今回は上のレベルではなくて、いわゆる一般企業の中で、確かに出世は学歴が高い方がしやすいかもしれない。でも、実際の能力を比べたら、学歴高い人と学歴が低い人って、どんぐらい差があるのってことをですね、調べたって、そんな、研究でございます。本当にいい大学を出た人ってのは能力が高いのかってことを調べた研究ですね。これはですね、マンハッタンカレッジ、などがですね、行った研究でして、世界79カ国からですね、294の大学の、出身者28,339人を、集めまして、でですね、これ現実に存在するですね、いわゆるコンサルティングとか、まあそういったですね、ビジネスの、プロジェクトに取り組んでもらって、全員のパフォーマンスを測定しながらですね、2ヶ月間追跡調査するってことを行ったんです。要するに、頭のいい大学からそうじゃない大学までいろんな人たちを集めまして、実際に仕事をしてもらって、本当に学歴が示すほどの差がですね、出たのかってことを調べたっていう、そんな研究でございます。はい。実際にですね、この実験で調べたパフォーマンスっていうのは、仕事の生産量とか、仕事のですね、量がどれぐらいあるのかとか、仕事の質の高さとか、あとは仲間とうまくやっていけるのかどうか、チームワークですね。あるいは周りを率いるリーダーシップ、俺についてこいってやつですよね。とか、あとはですね、感情的な知性、要するに他人とコミュニケーションするときに相手の気持ちをちゃんとですね、読むことができるのかどうかみたいな、考えることができるのかどうかってことをですね、調べたりとか、あ、ライブ初めての方いらっしゃるんですね。はい、こんな感じでゆるゆるやってますんで、はい、突然始まりますんで、はい、気をつけてみてください。はい。リーダーシップ能力とか、あとは他人のですね、感情を読み取る能力。そしてですね、クリエイティブな発想ができるかどうか。まあ、要するに仕事で使えそうなですね、ポイントをかなり幅広く、調べたってですね、そんな、研究になってます。で、これ幅広く調べないと、やっぱり学歴が高い人が有利になるようなですね、数値とかを使っちゃうと、やっぱりそういう数字が出ないので、もう仕事で使える、あらゆる、いわゆるですね、生産性の高さからですね、発想力の高さまで、いろんなですね、ものを、しかも人間関係とかチームワークとかリーダーシップとか、こういったものも全部含めて、調べて、どれぐらい学歴が高い人と低い人に差があったのかってことを調べた研究なんですね。結論から言うと、はい。超一流大学の出身者は、ほんのちょっとだけパフォーマンスが高かった。という結果が出ました。え？楽しいですよね。つまりどういうことかっていうと、確かに超一流大学だったら、若干のアドバンテージはあります。ただ、パフォーマンスはめちゃくちゃ高いかって言ったらそうじゃなかったんですよ。つまりです。僕らが仕事をできるかどうか、現実社会でちゃんと仕事をこなすことができるかどうか、高い能力を発揮できるかどうかってことは学歴とはほとんど関係ないよって、そういう話なんですよ。これはね、やっぱ学歴のメリットでもありデメリットでもある、ことをですね、これからご紹介していきますが、具体的な数字で見てみるとですね、結構ですね、切ない数字が出てます。よくね、俺は学歴が悪いから、私なんて頭が悪いからとっとと結婚して楽になりたいとかいうですね、女性がこんだけね、社会でね、輝いてるのでそういうことを考えちゃう人もいますが、はっきり言います。学歴関係ありません。例えば出身大学がですね、世界大学ランキングで、1000位、順位が1000位上がるごとに、全体の仕事に役に立つスキルのパフォーマンスはなんとわずか 1.9% しか上がらないんですよ。1000位ですよ。はい。だから例えば、世界大学ランキングで、例えば、第50位の大学と1050位の大学を比べると、
その全体のパフォーマンスは 1.9% しか変わらないんですよ。すごいですよね。俺ちょっとしたやる気だったりだとか、集中力で言うんだったら、今日の番組の概要欄にも入ってますし、僕の D ラボとかでも散々紹介しますけど、僕のね、超集中力ってシリーズがありまして、集中力を上げるための方法とか解説してるんですよ。で、これは本だったら今日の番組の概要欄から、今 Amazon で一人一冊無料で聞けるオーディオブックのですね、対象に僕の超集中力になってますんで、こういうの見てもらってもいいし、あるいは今20日間無料で、見れるですね、僕の作った知識のネットフリックスを目指して作った動画配信サービスの D ラボとかでもですね、集中力調べてもらうと集中力を高めるような方法あるんですが、こういう方法を使ったら簡単に超えられるレベルなんですよ。このパフォーマンス 1.9% っていうのは。だからそれしか差がないんですね。はい。だから高卒だからとか大学がね、こうだからって言ってるんですけど、あんま関係ないんですよ。で、実際にこの研究を見ると、世界大学ランキングで確かに1万位ぐらい。もう1万位ですよ。もう相当なレベルの違い。これぐらいの差がある人を比べると、パフォーマンスの差は 19% ぐらい、差が出たんですが、それでも1万位も差があっても 19% ぐらいしか、変わらなかったんですよね。面白いですよね。ちょっとした仕事のやり方とか人間関係とか集中力の有無によって、埋まっちゃうぐらいの差しかなかったんですよ。要するに、一流大学レベルのですね、出身者と、まあ、かなり低い、もうFラインよりももっと下ぐらいの、大学出身者を比べると、まあ、19% というそれなりの差は出るんですよ。ただ、もう普通に中クラスから上位レベル、ある程度の、まあ、いわゆる学歴レベルより上ですね。その辺を比べると、超一流だろうが、まあまあ普通か超下ぐらいのレベルだろうが、その差はほんのわずかしかなかったっていうですね、ことが分かったって、そういう研究なんですよ。そう。だから、企業が出身大学とか、皆さんもね、やっぱり面接するときは自分の学歴を気にする人がいると思うんですけど、まあこれはね、選ぶ側に見る目がないんですよ。だって変わらないんだもん。自分の会社で学歴高い人と低い人をちゃんと人事部とか、ちゃんと企業が比べていたら、業績が変わらないことに気づくはずなんですよ。わざわざ高いお金出して一流大学からですね、学生を集める必要ってのは実はなかったんですよね、っていう、そういうお話なんですよね。見る目がねえって話。だから皆さん、就職とかで決まらなかったりとかね、面接で落とされたりとかね、あるいは自分が大学がね、悪いから入れるんじゃないかって言われて、実際にですね、そういうことを言われたとしても気にしなくていいです。分かってないだけです。パフォーマンスは変わりません。だから逆に言うと、一流の人たちっていうののデメリットとかも見えてくるんですよ。で、これ一流のですね、大学のですね、出身者がじゃあ有利だったところ、っていうのをですね、一応研究者は出してまして、一流大学はですね、まあ競争が激しいんで、まあ元々能力が高い人たちが集まりやすいって可能性はあるんですよ。だからその競争を慣れしてるっていうのはあります。やっぱり受験戦争とか突破してきてるんで、そこのメリットはあるかもしれないね。だから社内政治とか上手いんですよ。そう、だから会社の中でどうやって上司に気に入ってもらおうかとか、どうやって上に上がっていこうみたいな、そういうのは得意なんですね。だからそこのデメリットはもしかしたら、出るかもしれないです。学歴が低いと。はい。で、一方で、いい大学は質が高いトレーニングっていうのを行うので、まあ、そういう意味で言うと、海外の大学とかだったらリーダーシップとかビジネスの知識が増えていく可能性とかもあるよねってことですね。だから僕なんかも大学は慶応でしたけども、やっぱり先輩とかでビジネスやったりとか、そういうですね、起業家の子供みたいな人もいて、そういう人たちから話を聞けるっていうのは確かにメリットではあるんですが、まあ、その程度ってことなんですよ。そう。だから、まあ、一流大学のですね、出身者っていうのは、リーダーシップ及びビジネスの知識においてはいい点を取る傾向があったんですが、それ以外に対してはですね、あんまり関係がなかったっていうところなんですよね。はい。で、ちなみにですね、これ差が出なかったポイントとしては、一流大学と、まあ、そのね、低い大学、のですね、差が出なかったポイントってのもありまして、これ仕事に対するモチベーション関係なかったんですよね。あと仕事へのコミットメント、どれぐらい仕事にとちゃんと向き合って行動するか、これも関係なかった。あと自己効力感、自分が頑張ることによってどれぐらい、自分の人生とか、仕事の成果を変えられるかみたいな、この自己効力感は成功する人間の条件の一つでもあるんですが、これも変わらなかったんですよ。だからね、学歴って本当に関係がなかったんですよね。ここら辺はまあ、持って生まれた性格の方がでかいよねというところで、で、さらに学歴のデメリットってのも分かってるんですよ。で、逆に言うと皆さんは学歴のメリットであるビジネスの知識とかリーダーシップ、ここで叩こうとすると一流大学出身者に勝てません。なぜかというと彼らの方が有利なんで、ここのポイントは。逆に言うと、一流大学の人たちが抱えるデメリットの部分で皆さん戦えば、学歴がそんなになくても出し抜くことができるんですよ。では一流大学の人たちが抱えるデメリットは何なのか、というと、あんま対人関係を重んじないというデメリットがあります。そう。つまり、あんまり人間関係を一流大学の出身者とは大事にしない傾向がありまして、チームの輪を乱したりとかする可能性があるので、チームワークに対してはですね、あんまり、いいですね、まあ、傾向を示さなかったんですよね。だから、いいチームを作れば学歴が高い人には全然勝てる可能性がある。むしろ学歴が高い奴らをチームにすると、いがみ合っちゃったりとかするので、そういう問題があるから、だからね、そう、まあ、いわゆるチームを組んで戦うものに関してはですね、学歴が低い人にも全然チャンスはありますよと。はい。さらにもう一個、
受験戦争を突破してるって問題もあると思うんですけれども、一流大学出てる人ってね、要領いいんですよ。で、要領いいから、ゆえに、すぐに結果が出そうな作業とかにリソースを割いちゃって、いまいちこう、いわゆるこう、長期的なビジネスとか、長期的な視点が持てなかったんですね。だからほら、頭のいい人たちが集まって官僚だなんだとかさ、ね、役所だなんだってあるじゃないですか、学歴とかでもね。でもあんま大したことしてないじゃないですか、言い方悪いですけども、すごいことしてる方もいますから、あれなんでかっていうと、すぐに結果出そう。みんなから評価してもらえそう。ね。会社の中で出世することができそうなものにばっかりですね、リソースを割いてしまって、10年、20年先のことを見つめた行動って意外としてないんですよ。だから、むしろ、将来のことを考えてコミットして成功してる人で、いわゆるですね、高卒の人とかもいくらでもいるわけですよ。上場企業の社長とかでも、まあ、具体的に名前言うとあれなんですけど、例えば超有名な上場企業の社長とかで高卒の人っているんですよ。ちょっと調べてみるとわかるんですけど、学生の頃にインターネットの可能性をですね、もう感じてしまって、もう大学なんか行ってる暇ねえみたいな感じで、もうとっとと起業して、でそれで、ネットのですね、まあ企業のトップになっちゃった人とか、確か GA、マミ言うとあれですね、はい。なんかね、そう、いるんですよ、そう。なので、一流大学出身だからだといって、ね、いわゆるこう、いいところがあるってわけでもないし、そして一流大学のデメリットもう一個ありまして、同級生とつるみたがるんです。同窓会生と。だから、慶応もさ、見たかいって言って、やっぱ僕見たかい行ったことないんですけど、慶応生ばっかり集まるコミュニティとか、早稲田だったら早稲田とかね、東大だったら東大みたいな、こういう風に、こう、自分と近い人材で固まっちゃうんですよ。で、これって変化の激しい時代では、新しい発想が生まれてこないので、帰ったパフォーマンスが落ちちゃったりとかするわけなんですよね。はい。だからね、全体的に見ると一流大学出身かどうかっていうのはですね、一流大学が一方的に有利ということはなくて、メリットとデメリットがあります。ビジネスの知識とリーダーシップだったら一流大学が有利だけれども、チームワークとかね、あとはですね、さっき言ったみたいな、いわゆるこう、長期的な、視点を持ってビジネスをできるかどうかってことに関しては、一流大学じゃない人たちの方が得意というのが分かってるので、自分なりのメリットを生かして戦えば、学歴は関係ありません。ぜひですね、皆さんも自分の学歴をコンプレックスにして、自分の可能性を潰すことのないようにですね、こちらの研究を参考にしてみてください。学歴を超えるための方法についてご紹介したいと思います。まあ、やっぱね、日本ってとにかく僕良くないなと思うんですけど、とかく学歴社会で、なんかいい大学出てたら OK とか、いい大学出てないとこの会社には入れませんとか、学歴でこう仕切るわけですよ、なんかこう世の中っていうのはね。でそれで雇うか雇わないと決めたりとかするんですけど、もう言っちゃ悪いけど、同じ大学の中にも優秀な人もいれば本当にこう無能な人というか残念な人もいるし、学歴が高いからといってビジネスができるかっていうとそういうわけじゃないんですよ。で社会に出た時に必要とされるのはビジネスができる人なんで、正直学歴は僕は関係ないと思うんですね。ただやっぱり収入とかそういうところを見ていくと、やっぱり学歴が高い方が有利だよねって皆さん思うと思うんですよ。はい。で学歴もね、結構これいろんな問題があって、じゃあ学歴が高い人って能力が高いかっていうと、基本的にはね、学歴って、まあ、簡単に言うと大学入る、いい大学入れば学歴高いじゃないですか。いい大学入るのってほとんどゲームで、その試験を突破できるかどうか、もっと言うと効率的に勉強できる方法を知ってるかどうか、これで基本的に決まるんですよ。つまりどういうことかっていうと、科学的にこういう勉強法がいいよって言われてるテクニックあるんですけど、まあ、そういったものを勉強すれば、まあ、誰でも言っちゃ悪いんですけど、誰でもテストの点は取れるんですよ。ただそれって、じゃあ実際にその収入に結びつくような勉強とかに繋がっていくのかっていうのは、ちょっと話が変わってきますよね。で、勉強法を知りたいと。なかなか例えば学歴がなかったから、学生の頃勉強しなかったから、資格の勉強しようとか新しいことを学ぼうとしても、なかなかね、それができないとか、集中力が続かないって方いると思うんで、大体学校で教えてもらう勉強の方法って間違ってます。学校の先生は勉強のプロじゃないんですよ。勉強のプロだったら多分もっと違う仕事についてると思うんで、はい、科学的にですね証明されてる効率がいい勉強法については、僕過去に D ラボでがっつりまとめてます。はい、番組の概要欄またはコメント欄の方からぜひですね、科学的に証明されている効率のいい勉強法10選というのを、ぜひチェックしてみてください。大学生の方とかね、やっぱ浪人生の方とかでもこうなんか無駄に自分を追い詰めて、もう朝7時から夜の10時までずっと予備校にいれば受かるみたいに信じる人いますけど、実は全然ダメですよ。はい、正直よほど遺伝子に恵まれてる人じゃなかったら6時間以上勉強してもあんまり意味はないと思います。脳を休めることもできないですし、インプットって続けちゃいけないんですよ。時々シャットアウトすることによって、脳をシャットダウンすることによって記憶で定着するんで、そういう風なこういろんな勉強法があります。例えばマーカーを引く、マーカーで線を引くって勉強ありますよね。あれ意味ないんですよ。意味なかったりとか、あとはこう一生懸命こう本読みながらノートを取るってことをやると言いますよね。あれも意味ないんですよ。効率めっちゃ悪いんですよ。じゃあ効率のいい勉強法は何なのってことを知りたい方はぜひですね、概要欄やコメントの方からチェックしてみてください。まあ、あとは読書の、本の読み方ってのもなかなか学ばないと思うんですが、この読書系のテクニックを、僕は知識を操る超読書術っていう本でまとめてます。でこれはね、
知ってるかどうかでだいぶ本が好きになれるかどうか変わります。本って本当はね、皆さんね、楽に読めるもんなんですよ。変に真面目に考えたりとか、絶対忘れちゃいけないとか自分を責めると、読む気なくなっちゃうんですよ。僕でもそれやったら夜読む気なくなっちゃうんで、じゃあどうすると楽に本が読めて、で、楽に読んだ方が頭に入るんですよ。で、その方法をまとめた、本は今、僕、超読書術って本出したんですけど、これ今 Amazon でオーディオブックだったら無料で聞けますんで、よかったらこれも概要欄にリンク入れておきます。ぜひですね、無料ですからね、ご自身の、勉強とか、資格の勉強だったりだとか、読書に役に立ってみてください。で、今回のテーマにちょっと戻りますとですね、今回のテーマは、どうすれば学歴を超えることができるのかというのがテーマです。はい。で、学歴なんか超えられるの?と思う方いると思うんですけど、確かに、過去に自分が取った学歴を変えることはできません。もしかしたら社会人になってから大学院に行ったりとか、学校入り直すとかって人もいますけど、それはあんま現実的じゃないんですよ。で、結局、僕らってなんで学歴が欲しいのかって言ったら、言ってしまったら収入を上げたいからですよね。やっぱり学歴が高い方がいい会社に入れるし、収入も高くなるから、そうしたいというふうに思う方いるじゃないですか。でも実はね、学歴が収入とどれぐらい相関するかってのって、確かに学歴が高い方が収入は上がるんですけど、一定ラインを超えると、例えば年収2000万とかあの辺を超えてくると、あんま学歴関係ないんですよね。例えば、日本の、フォーブストップランキングの企業の社長だったりだとか、あとは上場企業とかにね、なってる社長とかのランキングとかそういうのを見てみると、ほんとすごい、それこそカリフォルニア大学バークレー校卒業みたいな感じの、もう輝かしい学歴を持ってる方もいれば、高卒みたいな、なんなら高校中退とかでもうなんか何千億みたいな企業やってる人とかもいるわけなんですよ。で、これって、もうこれ見ただけでわかりますよね。どうやら学歴だけで将来は決まらないと。学歴を超える方法が多分あるんだろうということがわかります。はい。だから一定以上の収入になったら学歴関係ないんですよ。じゃあそれ何が決めてるのってことを、紹介するのがですね、今日の話です。今日の参考文献も非常に参考になりますが、将来の収入を決めるのは何なのかということを調べた、そんな研究ですね。これよく言われるのは、学歴社会って言われて、学歴大事って言われてるのに、でもどうせ大学でさ、勉強したりとか、いろんなこと勉強しても、社会に出てから役に立たないから意味がないんじゃないのみたいな、そういう意見もあるわけですよ。で、実際じゃあ、この大学の教育、学歴ですね。こういったものが、どれぐらい将来の収入にインパクトを及ぼすのかってことを調べた、研究が今日のですね、参考になってきております。はい。で、これを調べると、これ聞いてもらうと、学歴を乗り越える方法が分かります。はい。5つのですね、大学の卒業生から約4500人以上に、調査を行いまして、その学生時代にどういうふうに勉強していたかってことを調べた、そんな研究です。学生時代にどんぐらい勉強して、どれぐらいの知識を持っていたかとか、あとは大学時代にどれぐらい本読んだか、読書量ですね。はい。よくほら、読書の量が多い人って収入が上がりますよって話とか聞くじゃないですか。それも一応調べてるわけなんですよ。あとは、現在の仕事に対する意欲とか満足度とかそういったものがどれぐらいあるかとか、現在の仕事の収入がどれぐらいかとか、あとはその会社の中の地位ね。とか、あとは、業績とか、それがどれぐらい優れているのか、みたいなことを調べていったっていう研究ですね。はい。この辺のね、こうデータをいろいろ分析して、学生時代のこの勉強とか経験とか、学歴とかそういったものが、今の仕事にどれぐらいインパクトを及ぼすのか、ということを調べた研究なんです。はい。で、この研究ですね、いろんな本当は研究を調べてるんですが、一応今日、ポイントとしてフューチャーするのは、その学歴が高いって本当に成功するのと。あとは、読書の量が多いと、本当に収入上がんのみたいなことにですね、一応注目して解説していきたいと思います。で、結果何が分かったかっていうと、面白いことが分かったんですよ。どうやら、僕らの収入を左右するのは、学歴ではないっぽいです。ただ、学歴が高い人には、学歴におまけでついてくる、ある、その習慣が、どうやら僕らの収入を左右してるんじゃないかっていう研究が出てきたんですよ。はい。だからね、学歴は超えれるんです。学歴が高い人たちが、無意識に身につけているある習慣ってのを、身につけてもらえれば、学歴は全然超えれるんですよっていうですね、話が分かってるんですよ。で、これ皆さん今日からやってもらえば大丈夫です。あ、すいません。今日のワイン紹介するの忘れてた。今日のワインは、ちょっと遥か、昔に作られていた、ソーテルヌっていう、甘口がね、中心の、ワインをね、作ってる場所があるんですけど、そこが作ってる辛口、セミオンテってやつですね。はい。だから要するに、甘口の香りはします。蜂蜜みたいな香りをするんだけど、後味がすごいスッキリしてて、ハーブティーみたいな香りをするという、ちょっと珍しい、ワインですね。日本にはほとんど入ってきてなかったっぽいんですけど、でもだからまだね、あんま知られてないんで、美味しいんですけど、値段も上がってなくて、5、6000円ぐらいで買えるんで、興味ある方はぜひ、概要欄の方にリンク入れておきます。はい。でです。はい。じゃあですね、人間の、所得を決めてるものは何だったかっていうと、これね、実はね、読書習慣なんですよ。はい。今、どれぐらい皆さんが
習慣的にちゃんと読書をしてるのか、例えば毎日読むとか週一冊は読むとかいろんな人いると思うんですけど、この読書習慣があるかどうかっていうのはその人の所得にがっつり相関するってことが分かったんです。だからやっぱり本読んでる人の方が収入は高いんですよ。ただね、これポイントがあります。現在の読書習慣で僕が言ったことに注目してもらいたいんですよ。つまりどういうことかっていうと、昔は本読んでたんだけど今読んでないって人は収入が低いんですよ。面白いですよね。だから社会に出てから本を読んでるかどうかっていうことを見てみると、社会に出てからちゃんと読書をする習慣を保ってる人ってのはちゃんと収入が高くなるんですよ。ただし大学時代の読書、まあ学歴が高い人ってのはやっぱり大学でもたくさん本読まなくちゃいけなかったりとかしますから、まあそういう大学時代の読書習慣っていうのがついてる人いますけど、大学時代にどれぐらい本を読んだかってことは今の社会に出た後の、所得にはですね、大して影響を与えなくて、現在の読書量だけが、現在の読書習慣だけが収入に対してプラスの効果を持っていたんですよ。だから学生時代にいくら読書して本を頭に詰め込んで、よし、俺は学歴が完璧だみたいになって、で、社会に出たとしても、その社会に出てから読書をやめてしまったら、将来の収入には影響がないんですよ。そう。つまり、今本を読んでいるかどうか、新しい知識をアップデートし続けているかどうかってことだけが僕らの収入を決めるわけであって、過去の学歴っていうのは実は収入に対しては、その過去の読書量とかどれぐらい勉強したかってことは収入には大してインパクトを及ぼさないよっていう、そういう研究なんですよ。これちょっと救いがありますよね。ってことは読書習慣をつければ学歴に関係なく誰でも収入を上げれるわけなんですよ。ただでもやっぱり世の中見てみると学歴高い人の方が収入高い感じするよねって思いますよね。これなんでかっていうと、現在の読書習慣っていうのはよほど意識してこういう風に読書を習慣化しようとかって考えてやらないとなかなかつかないんですよ。やっぱり社会人になってから読書習慣つけるのって。で、調べてみると現在の読書習慣っていうのは大学時代にどれくらい読書をしていたか、勉強してたかってこととある程度相関したんですね。要するにどういうことかっていうと、大学時代にたくさん読書をしていた人、勉強していた人は社会人になってからもその本読む習慣を維持しやすいんですよ。だから学歴が高い人が収入高く見えるのは、学歴が高い人ってやっぱり大学でもたくさん本を読まなくちゃいけないから、その習慣が社会人になってもゆるゆる残るんですね。だから収入が上がってたんです。で、一方で学歴が低い人は、まあ大学のね、課題もそんなに難しくないだろうし、そんなに読書する人も周りにいないだろうから、すいません、ちょっと言い方悪いんですけど、まああんまいないからね。そう、やっぱりそういう人がね、周りから影響を受けちゃうんで。結果、読書習慣があんまりつかないまま社会に出ちゃって、社会に出ても大して読書しない、学ばないから、故に収入が低いんですよ。つまりどういうことかっていうと、学歴を乗り越えたいんだったら、読書習慣をつければいいよって話なんですよ。勉強する方法を学んで、読書する習慣さえつけてしまえば、僕らはその収入の株を超えることができるんです。なんでかっていうと、学歴が高い人が収入が高い理由っていうのは、読書する習慣を維持してるからに過ぎないということなんですよね。大学時代にずっと本読んでる人ってのは、その後もずっと本を読み続ける可能性が高いから、まあ、そのおかげでどんどん知識が更新されてって収入が上がると。はい。一方で、いくら大学時代に本を読んでても、卒業してから、読書しなくなっちゃうと、やっぱり収入は下がっちゃうと。ここに、同じ大学を出ても、運命の差に運命って変わるじゃないですか。年を取れば取るほど。要するに、大学が出てから、読書の習慣がなくなった人と、読書習慣を維持できた人ってのは、年を取れば取るほど、どんどん収入差が広がっていくんですよ。これが、実は僕らの運命を左右してるんですよね。何歳になっても、まあ、勉強を続けていく、知識をアップデートすると、これ学び学習仮説っていう風に、学び習慣仮説っていう風に言うんですけど、やっぱりこう新しいことを学ぶことを習慣化してる人っていうのは社会に出てからも、かなり有利になるよというお話なんですよね。面白いですよね。だから学歴を嘆く暇があるんだったら、読書する習慣をねつけてあげれば、僕らの収入とか人生っていうのの成功っていうのは大きく変わってくるんじゃないのって話ですね。はい。で、まあもちろんこういう話をすると、でも運とかもありますよねっていう方もいると思うんですけど、一応ねこの参考文献の先生とかの言葉とか見てみると、大体まあね、人間のまあ成功の6割ぐらい運じゃないって言われてるんですが、逆に言えば4割はコントロールできるんですよ。だったら、この4割の部分をコントロールするために、読書を使って学び続けるっていう習慣をつけることによって、まあ、自分のね、人生を変えるために頑張ったらいいんじゃないのってことをね、言われてるわけなんですよ。はい。ぜひですね、皆さんも読書習慣をつけてみてください。まあ、本を読むね、習慣をつければつけるほど、やっぱり収入は確かに上がりますから、で、それを維持すれば、まあ、いつかね、その、本を読んでない人に比べたら、収入ではもちろんね、統計的にも差が出てきますし、成功をつかむ可能性も高くなると思うんで、ぜひ、やってみてください。受験シーズンが終わったということで、受験にね受かった人はおめでとうございました。失敗した人に向けてですね、ここはですね、まあなんかもう次頑張れよみたいなぬるいメッセージを言う人いるんですけど、僕ね失敗した人の方が見込みあると思うんですよ。でなぜかって話をしたいと思います。でこれはですね、一応科学的な根拠っていうよりかは、この放送というか僕の体験が結構タブに入ってる放送なんで、そこら辺も一応含めて聞いてもらいたいなと思うんですけど、基本的にはですね、
なんていうんですかね、別に大学受験でダメだったからといって、周りが大学受験で受かればこうとかバラエの名とか言いますけど、関係ないですよ。全然東大に入ったところで別に成功するとは限らないし、東大入って官僚になってね、そのまま行きたいとかだったら別ですけど、東大に入った人がみんな成功してるわけじゃないし、学歴っていうのはですね、確かに高ければ高いほど、ある程度まだいいんですよ。だから年収1000万とか2000万ぐらいのゾーンだったら、学歴がいい方がいいですけど、年収2000万オーバーとか3000万とか1億とかそういうレベルまで行ってくると、やっぱりね、学歴とですね、成功する可能性のですね、比率っていうのはですね、そんなにないんですよ。そうだからね、それは気にしなくてもいいんじゃないっていうのがですね、まずは皆さんに言いたいところですね。で、各位を僕もですね、で、僕はそんな別に大成功した人の中に僕を入れるのはちょっとあんまりよろしくないと思うんですけど、やっぱりね、なんていうんですかね、僕は東大以外は大学じゃねえって豪語してたんですよ、高校の時にはね。今そんなこと思ってないんですよ、はい、今そんなこと思ってないんですけど、慶応だしね。そうなんだけど、僕は、東大ダメで慶応に行ったんですよ。で、これで別に嫌味だとこういう人は別に、それで、そういう人は僕相手にしないでいいんですけど、でも僕の中では慶応に入ってみんなが慶応っぽいになったとか、ディンサーバーとか言った時に、で、僕は挫折感を味わいまくってたわけですね。で、そこでですね、なんかしなくちゃって思ったんです。なんか人と違うことしなきゃいけないし、さらにですね、慶応って下からね、頭いいやつらが上がってくるんですよ。慶応の医学部とかに、なんかこう幼稚園からずっと来て医学部入るやつとかは、かなり頭がいいやつらが多いんですよ。変態と言っていいぐらいかもしれない。で、東大の理三に匹敵するぐらい頭がおかしいやつが時々いるんですよ。こういうの見てると、勉強ができるかどうかっていう、それより決められたことをね、覚えてるかどうかとか、そういうことで勝負しても意味ないなっていうふうに、まあ勝てないだろうなと思っちゃったんで、自分の道を探したんですよ。で、これがめちゃくちゃ重要で、やっぱり受かっちゃうと、そこでね、バーンアウトしちゃう人がいるんですよ。なんか達成した気分になっちゃうとか。正直ですね、大学ですね、いい大学を受かったところで別に人生変わらないですからね。例えばですよ、世界中の大学とか見ても、僕も昔オックスフォードにめちゃくちゃ憧れてた時あるんですけど、今のオックスフォードの土地自体は好きなんですけど、いい大学に入れば人生変わる、こんなことありえないです。いい大学に入っても、僕別に普通に慶応ですけど、多分そこら辺の超一流大学に入ってるやつよりかは全然自由な生活してるし、好きなことやってるし、収入も全然あるわけですから、関係ないんだよそこは。じゃあ何が関係あるのかっていうと、成功に関係あるものは何なんですかと。ていうか、何歳の時に成功するのってことですね、調べた面白い研究があって、これによるとですね、成功っていうのは年齢とはですね、関係ないと。だから若い時ないと成功しないみたいな、数学とかね、なんかこう運動とか、そういうですね、特殊なですね、ジャンルは置いといて、そうじゃなくて一般ビジネスとか仕事とか、そういう意味で言うと、年齢と成功は関係ないです。だから若い頃に成功しないと意味がないってこともないし、50とか60過ぎから成功する人もいるんですよ。じゃあ何が大事かっていうと、実は成功を予言できるのは、年齢ではなくて安定している生産性だけだったんですね。成功ってのは安定した生産性からしか生まれないんですよ。だから受かるかどうかよりも続けられるかどうかがはるかに大事です。同じ生産性をずっと維持して仕事を続けていいかどうかってことがですね、実はねすごい重要だったことがですね、分かってるんですよ。だからね、皆さんね、やり続けられること、工夫し続けられることの方がはるかに大事です。受験が終わってからその勉強量をずっと大学でも維持したら、それはすごい人になると思います。でもほとんどの人はいないんですよ。受験で受かっちゃったらもういいやってなっちゃうんですよ。で、これがですね、失敗する人の特徴です。だから受かったからって言って、やっぱり東大受かったから何だって話なんですよ。と、ね、ハーバード行ったから何やったと。ハーバードで、いや逆に僕は、ね、ハーバード行ってですね、悶々としてる人たちが言いたいけど、ハーバード行ってるのにどうですか、慶応に落ちて、慶応に行ってなんかね、テレビとか出てですね、なんていうんですか、変な言い方するとね、なんかこう薄っぺらい感じのことをやってるとですね、思ってた人間にですね、なんか経済的に負けた気分はどうですかって聞いてやりたくなるぐらい、そういう嫌味な人とか時々いるじゃないですか、学歴なんかアピールみたいな人。全然関係ないですから、そう、工夫すること、自分の頭で考えるのやめた瞬間に終わりなので、逆に言うと受験で受かるっていうのはですね、自分の頭で考えるというよりかは、やっぱり基礎的な学力をつけるってところがポイントだと思う。基礎学力すごい大事だけど、でも社会に出たら大事なのは自分の頭で考えることだから、そんなに気にしなくても大丈夫ぞっていうのをですね、僕から強く言いたいと思います。で、あとはですね、皆さんももし受験で失敗したと思ってる方はですね、僕はおめでとうございますと言いたいんですよ。なんでかっていうと、挫折しかですね、人生を大きく変えてくれるものってないんですよ。緩やかな成長とかもいいんですけど、大きく環境が変わったりとか、自分を取り巻くですね、ものが変わらない限りは、基本的に人間って変わる必要がないから変わらないんですよ。維持するようにできるね、人間というのは現状を。だから挫折しかですね、人生を大きく変えてくれるものはないっていうふうに覚えておいてください。でですね、これ何で大事かって、何これ大事かっていうと、変わっていくことに慣れていくんですよ。ただ僕もそうですけど、僕はね、いじめられて挫折して、8年間ね、いじめられたことによって自分を諦めるっていうですね、挫折を経験して、それから見返してやろうという一生を持って大学目指したものの、自分があれだけ豪語して東大に行けなくて、みたいなのがいろいろあって、テレビに出たけど、タレントさんとかとね、同じようにですね、テレビにヘコヘコすることはできなくて、なんか投げ出したりとかってことが僕はいろいろあって、で、そういうことですね、挫折をたくさん経験してきてるんですよ。で、挫折経験するとですね、メリットがあります。何かというと変化に強くなります。自分を変えてったりとか、やってることを変えたりとか、今やってることを打ち捨てて、中途半端に成功してることを打ち捨てて、新しいことをチャレンジしていくってですね、
の強みが生まれるんですよ。これはねめちゃくちゃ強いです。なぜかというと今変化の激しい時代だから。変化の激しい時代に自分を大きく変化させた、あるいは変化せざるを得なかったような体験をしてない人間とはですね対応できないんですよ。だからずっと順風満帆に行ってた人たちが落ちぶれていく姿は皆さんよく見ますよね。なんかだからね、全員じゃないですけど、例えばこうでお金持ちの2世とか3世とかああいうのは大体ダメになるじゃないですか。変化させたですねことがないんですよ。変化しなくちゃいけなくなったことがないんですよ。最終的には実家が何とかしてくれるだろうと思ってるから。そう、全員じゃないよ、全員じゃないけど、そういう人たちがいるから、だから挫折したってことですね。皆さんにとってはですね今後まあ10年スパンとかなると思いますけど大きな財産になるだろうなってことをですね強く言いたいと思います。はい。でさらにですね、受験ってね、まあ、受験自体の体験は良かったと思うし、僕はと一浪してるんですけど、卓浪なんですけど、それでもダメだったっていうタイプの人間なので、まあ、みっともない話ではあるんですけど、気づくんですよ、そこで。予備校に行って、みんなと同じ勉強して、ね、決められたテストの中で、いい点が取れて、なんか意味あんのと。でもちろんこの、取ることは大事なんですよ。そういうことするっていうことは、ルールの中で戦うのは大事なんだけど、社会に出たら、これ、あんまり意味がなくて、もっと言うと、社会に出て、普通の企業で普通の人生過ごして、そこそこがそこそこでちょい上ぐらいの、成果を出してですね、普通に死んでいきたいんだったらいいでしょう。多分それでも。でも、皆さん、普通に行きたいですか？もし、普通に生きることを諦める勇気があるのであれば、みんながやることに価値はないっていうふうに思ってください。もっと言うと、みんながやることに圧倒的価値は生まれないと思ってください。つまり多くの人がやってたら東大生だって 毎年さ何百人もいるわけですよ、ね、でそういう人たちがやってることをやってた果たして意味があるだろうかというふうに考えてほしいんですよね。自分の人生で自分のアイデンティティを求めるときに他人がやることって意味ないんですよ、やっぱり。だから僕は東大を落ちたからこそ慶応に入って東大落ちたっていうコンプレックスを持ってたからこそ誰もやらないことをやろうと。でみんなが勉強してる人の目ではサークル活動になってでいろいろやってる人の目だけど自分は違うところを目指そうって言って、でそれでまあメンタリストってことをですねやり始めたんで、だからですね挫折したからこそ得られるものってたくさんあるんですよ。そうで特にですね経済活動の中だと特にそうで、まあ、今大企業がさ新しい企業とかに全部ぶっ潰されたりしてるじゃないですか。テレビなんかも今オワコンでテレビが、ね、発信してるコンテンツよりも YouTube の方が見られてるし、無料だったら有料のコンテンツだったら Netflix とかの方が入るかにさ僕ら見てるじゃないですか。いい作品も多いし、でこうやって今まで Netflix とか YouTube なんか敵にならなかったんですよ、テレビとかメディアに対して。でもそれが全部抜いてってるんですよ。だから日テレかフジテレビかね、なんかトメコなんだけど TBS かみたいなので競ってるところを全部抜いてたのが Netflix だり YouTube なんですよ。ここがポイントです。全然競ってるところと関係ない人に抜かれる時代が来てるんですよ。でなんでかっていうと一直線で並んで走るですね受験競争と同じですよ。こういう経済活動っていうのはですね下の下です。なぜかっていうとチキンレースになっちゃうし、価格をですねいかに下げるかみたいになるんですよ。視聴率で競ってるのバカバカしいじゃないですか、ね、そもそも視聴率自体がね計測方法怪しいし、っていう意味で言うとそこで競った人が全部負けたんですよね。で今は全く新しいジャンルで始まってきて YouTube とネットフリックスが勝ってると。だからですね皆さんも同じです。一直線を並んで走る受験競争っていうのは確かにその枠の中にあると意味があるし絶対的に見えるかもしれない。でも経済活動とか皆さんの人生を決めるですね活動としては下の下です。新しいことを起こすと革命的な大きな変化を起こしたりとかするようなイノベーションを起こすには他人がいないフィールドに行かないといけないんですよ。一直線で誰かと競ってる時点でもうですねそのアイデアはですね誰かが真似できるし誰かが思いついてることだから意味ないんですよ。そうだからですねみんながやることには圧倒的な価値なんか生まれないよってことですね僕は強く言いたいと。そうだからですね、まあ、そういう意味で言うと僕はですね日本一のですね大学にですね落ちたと。僕はですね日本にない仕事を始めてそれで、まあ、おそらくそのね、もう全員をね会ってないかわからないですけどおそらくそのまあ僕の身の回りでね東大目指して受かったやつらよりかはですね今ですねはるかにですね自由だしなんですねで楽しい生活をできてるはずなんですよ。そうだからですねそういうことなんです。そうその落ちたからといって人生が終わったわけでないし決まらないしむしろそれを生かしていくことが大事です。で受かった人は受かった人はおめでとうございますなんですよ。でも受かったらそこで辞めるとかじゃなくて受かったじゃ立場とかそれで得られる人脈とか、まあ、環境とかそういうものを使って次何をしていくかの方がはるかに大事なんですよ。だから満足した時点でそこで終了なんですね。そうだから落ちた方も別にそれで別にね滑り止めに行ったとかって別に自分を適度に攻めた方がいいです。適度に攻めてお尻を叩いて新しいことやっていこうと、その受かったやつらでも上を目指していこうってことをやり続けるのが大事なんです。それがいつかですね受かってですねこうね椅子にねこうやって座ってるやつらをですね理解してやるようなですね成果を得られるようになると思うんでぜひですねこのことを忘れないでください。だからね僕本当にね心から今言えます。東大に落ちてよかったと。これ言うとですねうちの弟からすると負け惜しみみたいに見えるさあいつ東大なんで本当に落ちてよかったと思ってます。そう高値ですよ。たかが日本一の大学に受かるだけで満足する人生なんてつまんないんですよ。誰かにその自分の点や価値を測られて採点される人生なんてつまんないんですよ。規格外の人生を送りましょう。他人に採点されるようなつまんない人生を送らないでください。はい、だからですねこれからですね、まあ、受かった方もそうだしその、ね、落
してこれからね新しいことやろうというふうに、ね、目指す方もそうだし、まあ、かつてはですね受かったり落ちたりということを経験した大人の方々もそうなんですけど、もうね大学終わったらですね、あとはですね答えがない戦いの始まりです。そうだから他人と比較されて答えをいかに、ね、導き出したかじゃないんですよ。比較を否定し、すべての比較を否定し、すべての計測基準を否定し、そしてオリジナリティを目指していくのが、これから先の人生で起こることです。そう。だからですね、答えがない、そして答えに決してたどり着くことのない、問いをですね、いかに続けられるか、それに挑み続けられるかってことこそがですね、人生を戦うところだと思うので、ぜひですね、すいません、今日は語る放送になってしまいましたけど、まあ、ね、まあ、かつて落ちた人も、ね、今回の受験でダメだった人もですね、このことを忘れないでいただければな、というふうに思います。はい。というわけでですね、で今日もですね、皆さんと、じゃあ、さらにね、挑戦し、上を目指していく方々もね、落ちた方もですね、挑戦するためのですね、動画をですね、コメント欄に3つご紹介したいので、よかったらチェックしてみてください。1つ目、成長マインドセットの話をします。で、まあ、東大受かった人もですね、まあ別に天才じゃなくても東大には受かるわけですよ。で、そういう、東大に受かってですね、自分は頭がいいと思った人が天才に打ちのめされていくっていうのはですね、結構ですね、いろんなところで散見されるんですけど、どちらかっていうと、天才に勝ったと思ったら大事なのは、成長マインドセットって考え方が実はすごく大事なんですね。自分はやればできるって感覚をですね、持つ、その信念を持っていって、実際に成功していくことをですね、成長マインドセットっていうふうに言うんですけど、この成長マインドセットってですね、結構心理学では天才を超える力の一つっていうふうに言われてるんですよ。で、この成長マインドセットを身につけるための方法がですね、1個目の動画なんで、よかったらチェックしてみてください。コメント欄1つ目のところですね。次2つ目です。頭が良くなってもですね、頭が良くなったりとか天才になったのも訓練しないと身につかない能力ってあるんですよ。で、こういうのを身につけていくと、高をくくってる天才のですね、足元を救うことができるんですね。はい。本来は足を救うっていうらしいですけど、ね、まあでも足元を救うっていうふうに皆さん言うので、今一応そういうふうに言いましたけど、まあそういうですね、足を救われないための、足元を救われないための、考え方として、バイアス回避法っていうのをご紹介します。人間でね、思い込みに左右されていて、この思い込みに左右されると、可能性を逃したりとか、自分が思ってることを絶対正しいと思ってですね、損するってことがよくあるんですよ。で、こういうバイアスを回避するためのテクニックをご紹介しているのが2つ目の動画なので、天才にですね、貸したいと思っている方はですね、よかったら見てみてください。で、ラスト、最後3つ目ですね。3つ目がですね、一応ですね、今日4つ動画あるんですけど、3つ目と4つ目の動画セットです。科学的に証明されている勉強法10選と。で、これから社会人になった方もそうだし、あるいはですね、受験でですね、勉強終わったみたいな方もそうなんですけど、勉強方法ってね、皆さんが教わった勉強方法って間違っていることが多いんですよ。特に今受験をですね、突破するぐらいだったら、決まったことを短期記憶にですね、ある程度入れておけばできるんで、やっぱりでも受験が終わってからですね、2、3年ぐらい経つと受験生の時と同じようなですね、知識が発揮できないことがよくあるんですけど、社会に出たらこれじゃ成り立たないわけですね。2年、3年かけてですね、やるプロジェクトとかもあるわけなんで、だからですね、ちゃんと身につく勉強法っていうのは学ばないといけないんですよ。で、この勉強法っていうのをご紹介しているのが、このですね、3つ目を、というのは科学的に証明されている勉強法10選というやり方ですね。で、これは、まあ、これからいろんなことを勉強していくっていう人に役に立つし、もしね、とはいえでもやっぱり自分が行きたい決めたことだから、あ、東大入りたいとかね、第一望に行きたいから留年しますみたいな方とかですね、これから受けるっていうふうにですね、思ってる方はですね、ぜひですね、参考してほしい動画はですね、この科学的に証明されている勉強法10選です。まあ、他人とさ、なんていうの、差をつけようっていうふうに思うんだったら、やり方が超大事なんですから、僕も予備校行かなかったのはまさにこれで、予備校行ったらみんなと同じ授業を受けてさ、同じような勉強をするじゃないですか。で、こうするとなると量の勝負になっちゃうんですよ、ね、量を重ねたことによって、ね、勝ち負けが決まるってどうなのって話なわけですよ。で、これつまり言えばですよ、コンビニの店員のバイトしていて、でバイトのですね、で働いてる時間が一番長いから偉いとか、あと資本主義経済において労働時間が最も長い人間が偉いかって言ったら、むしろ逆なんですよ。労働時間がですね、一番短い人の方がね、期して偉いっていうのがですね、この資本主義社会のですね、非常にですね、シュールな現実なんですよね。そうだって労働時間で言ったら日雇い労働とかやってる方の方が一番長いはずなんですよ。どうなのって話になるじゃないですか。すみません、ニートを除きました。ニートは一番労働時間少ないかもしれないけど、はい。まあ、それを置いといて、まあ、そういうふうに効率よく勉強して、ここをまとめておりますんで、よかったらですね、社会に出る方も、これからもう一回再チャレンジする方も見てほしいなというふうに思います。本当ね、受験人生変わらないんで、受験の結果をどう捉えるかで人生を変えることはできるけど、受験の結果だけでは人生変わらないので、ぜひですね、参考にしてみてください。落ちた僕が言うんだから、間違ってないです。はい。ぜひ、3分数1の放送になりましたが、参考にしてみてください。それでは、バイバイ。